発売開始とともに購入したので L 地下です。このように利用できます。利用の幅が大きく広がるのではないかとワクワクします。こんにちは、三峰すずです。とうとうアルディーノウの R4 が発売開始されました。従来のアルディーノウのシリーズから性能が大幅アップしていて、発表時から大きく注目されていましたが、現物はどうなっているのでしょうか。発売開始とともに購入したので早速見ていきましょう。コネクタがタイプ C になりました。アルディーノボードのために古いケーブルを探し回らなくても良くなるので、これは単純に嬉しいですね。UNO R4 はミニマと Wi-Fi の2種類があり、日本国内ではミニマが先に販売開始されました。 UNO R4 Wi-Fi は Wi-Fi 機能と 12×8 の LED マトリックスも搭載されています。無線機能があるので、国内販売はいわゆる技適の対応が終わってからということのようです。新しいマイコンボードが来たらやることは決まっていますね。 L 地下です。純正アルディーノボードをアルディーノ環境で利用するので、ボードライブラリをインストールすれば普通に使えます。 URL の追加は不要で、ボードマネージャーからルネサスと検索してインストールします。サンプルのブリンクスケッチももちろん動きます。チップはルネサスの RF4M1 というものを搭載しています。なんと 48MHz 動作のARM CPU です。 16MHz 動作の 8bit CPU だったこれまでの AVR とは打って変わって 32bit CPU になりました。プログラムを格納するフラッシュロムは 256KB、 ラムは 32KB です。特にラムの大幅な増加により、画像などの大きなデータも扱いやすくなることでしょう。 ARM チップではあるものの、IO 電圧は 5V のままで、従来のシールドとの互換性も考慮されています。 RTC、リアルタイムクロックや DAC、アナログのピン出力が加わっています。 RTC はバッテリー駆動の完結動作、 DAC はオーディオ出力に利用できそうです。 RD のレオナルドやプロマイクロのように USB デバイスになることができます。マウスやキーボードとして振る舞うガジェットが作れますね。試しに使ってみました。こんな感じのスケッチにして iPad に接続してみましょう。このように利用できます。まだ登場したばかりのボードなので、情報はまだまだ揃っていないです。もちろんこれからどんどん記事が登場してくるとは思いますが、発売開始時点で利用可能な情報源を紹介しておきます。公式のプロダクト紹介ページ、要点が簡潔にまとまっているのと、他のページへのリンクがまとめられています。公式ショップの販売ページ、外観の写真、データシートの PDF、 回路図の PDF があります。ピンの割り当て図、ピンごとの機能の割り当てを確認できます。公式チートシート、アルディーノに慣れている人には情報が程よく詳細に載っていて分かりやすいと思います。公式チュートリアル、個別のトピックについて解説があります。 DAC や RTC、 一部のシールドについて動作可否のページもあるので、気になる方はチェックしてみてください。新しいアルディーノの R4 を触ってみました。既存のアルディーノ向けの豊富なライブラリやシールドが大幅に向上した性能と合わさって、利用の幅が大きく広がるのではないかとワクワクします。もちろんチップが大きく変わっているので、完璧な互換性の位置とまではならないとは思いますが、試してみる価値は大いにありそうです。電子工作で利用しやすいチップやボードというと、今では AVR アルディーノだけではなく、ラズベリーパイピコなどの RP2040K、 M5 スタックなどの ESP32K などいろいろ登場していますが、 UNO R4 はどんな立ち位置で利用すると威力を発揮できそうでしょうか。この性能を十分に引き出すようなプロジェクトを考えてみたいところです。あなたなら何を作りますか？ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは電子工作や 3D プリンターなどの DIY、 リズムゲームの動画や配信をしています。
ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。感想や質問などコメントも大歓迎です。次の動画でお会いしましょう。またね。